問箱に寄せられた質問が、自己反証の中で一番面白いのは誰ということで、今回杉山貴則君とガー君に、ご意見を聞こうと思います。イエーイ、あ、垂れたじゃあまず貴則から、はい、自己反証で一番面白いと思う人は。一番面白い人、はい、はあ、そりゃもうね、今食べてる夏みかんを持ってきてくれた岩瀬さんに決まってるよ、うん、ここ最近入っていただいたんですけどね、いつもミーティングの時盛り上げてもらってるので今絶賛熱が上がってるところでぜひよろしくお願いします。そうですね、はい、盛り上げが上手ですね。盛り上げ上手なんでね、はい、ではガー君は誰だと思いますか。うーん、うん、あー答えない、汚いがうん、一番面白いって言ったらやっぱりミスター自己反証の小菅さんですかね。もうね、初めて見た時にインパクト強くて、うん、夢の中でも出てきちゃって、もう悪夢にうなされるような、でもまた見たくなっちゃうこの病みつきこうちょっと辛いんだけどもうちょっと食べたいなっていう、ね、そういう後を引く面白さがあるっていうところがずっと残ってますね、うん、納得ですね、小杉さんの悪魔は見ないようにお願いしますということで、面白いのは貴則が岩瀬くんで、ガー君が小杉さんでした。自己反証の質問箱まだまだ受け付けておりますので、どんどんご意見ご感想ご質問などお送りください。ではバイ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 。みかん食ってないでほら